ブーク・カラジッチの肖像、ブーク・ステファノビチ・カラジッチは、セルビアの言語学者、文献学者、民族学者。民衆語をもとにセルビア語、セルビア・クロアチア語の標準文称号を確立した、言語改革者である。セルビアで発行されている銃ディナール紙幣に肖像が、使用されている。トゥルシッチにあるカラジッチの聖果。ジョゼフ・クレバーにより肖像。 カラジッチのハカオスマン帝国の支配下にあったセルビア辺境の乾村トゥルシッチにセルビア人として生まれる。正規の教育を受けられず独学で教養を身につける。1804年のセルビア法規では読み書きができたことからセルビア側の指導者陣営に属した。1808年としてオブラードビチが開校したベオグラードの大学にて兆候を受けるが、 自病のリウマチが悪化して中断。以後、左足が不自由になる。1813年に、セルビアがトルコに再征服されると、正常不安定な故国を離れ、ウィーンへ脱出。この後、幾度か帰国するが、ウィーンで結婚し、生涯の大半をこの地で過ごすことになる。この年、ウィーンで発行されていた新聞に、 セルビアの滅亡についての論文を寄稿したところ、オーストリアの国家検閲官であったイルネー・コピタルに、スラブ文化の指導者としての才覚を見出され、セルビアの言語と民謡の研究を進められる。その後のカラジッチの業績は、コピタルに課された研究課題を遂行した結果ということも可能である。この他、ヤーコプ・グリム、ゲーテ、レオポルト・フォンランケラの地偶を得て、学者として大成した。 1814年にセルビア語文法を表し、候補に基づく平易な記述法を発表。同年のスラブセルビア民衆史歌集、翌年のセルビア民衆史歌集では、セルビアの率直で素朴な民衆史の美しさを紹介した。1815年には文芸評論を手がけるようになるとともに、文学に民衆的言語を導入する運動を始める。 1818 18年にセルビア語辞典を刊行。ラテン語とドイツ語の大役で、これは初のセルビア語の辞書である。先のセルビア語文法と合わせてセルビア語の文法を確立、交互に基づく文語改革を進め、後のセルビア・クロアチア語の標準文章語の基礎となった。この辞典の付録、セルビア語文法はヤーコップ・グリムによってドイツ語訳され、 1824年に刊行された。1821年から1833年にかけ、セルビア民はセルビア民衆史家を刊行。1826年からはセルビア初の学術年間ダニツァを手掛ける。以後もセルビアの民族、民謡について多くの著作を発表した。1847年にナポレオン法典と新約聖書を翻訳。 しかし後者は既存の教会スラブ語訳に抵抗すべく、交互で訳されたものであり、セルビア正教会によって禁止された。1850年に、ウィーンで、クロアチアのイヴァン・マジュラニッチラとウィーン文語協定を締結。これによりセルビア人とクロアチア人は同一の文語を持つこととなった。1852年には、セルビア語辞典第二版を発行。 大幅な贈呈により4万7000を超える語彙数となり、精緻なアクセント表示が付された。また、セルビア特有の語彙には、詳細な解説が加えられ、辞書としてのみならず民族生活の辞典としても、有用な著書となった。1864年、ウィーンにて没した。カラジッチが定めたセルビア語アルファベットセルビア語の文章語は、18世紀に、 ロシア政教による教会スラブ語から著しい影響を受けていた。カラジッチは話す通りに書き、書いた通りに話すを大原則に掲げ、セルビアの交互に基づいて不自然なキリルアルファベット18文字を除き、6つの新しい文字を作成した。当初は教会上層部や保守派式人からの反対を受けたが、1847年の交互役の新約聖書出版を機に、 情勢は改革派に傾く。これにより、セルビア語の一音一字、原文一致に基づく聖書法が確立した。クロアチア側でもリューデイビドガイによる文語改革が進められ、クロアチア語のラテンアルファベットが確定した。この文字は、カラジッチの提唱したキリルアルファベット30文字と1対1で対応している。 これらの功績がこう押し合って、後のセルビア・クロアチア語統一に至る道筋となり、後世に大きな影響を与えた。なお、文化的側面の異なるセルビアやクロアチア、ボスニアに統一言語が受け入れられたのは、南スラブ人による国家建設を目指す、当時の社会情勢に合致したという側面もある。セルビア語辞典、ハット ABCDEFGH 就英社。 世界文学大辞典1、ハット ABCDEFGH 平凡社、世界大百科辞典、ハット ABC 小学館、日本大百科全書、ハット ABC、ブリタニカ国際大百科辞典、ハット ABCDC 編、世界の言葉、辞書の辞典、ハット ABC 参照堂、言語学大辞典修英者、世界文学大辞典5。ありがとうございます。